はい、本日は50歳の元トラック運転手が語る若者へのメッセージということで始めていきますけども、大みんな元気にしとくか、山ちゃんが久しぶりやないうことで、今日はトラックの運転手になると、まあ、こういうふうに生活が変わるよと、まあ、これについて話していこうかなと思います。まあ、そもそも私がトラックの運転手になろうかなとふと思ったきっかけっていうのはね、あのガソリンスタンドの時のね、灯油の配達、まあ、いわゆるミニローリー乗って、ね、得意先の家とか工事現場のユンボとかに灯油を入れに行っとった。その時に感じたんが、なんと外に出ると時間が経つんが早いんやと、これがきっかけだからね。あのトラックの運転手って言ったらね、本当に一日が早い。まあ、当然朝が早いっていうのもありますよ。朝早出て現地着いてちょこっと仮眠して荷下ろしして、そしてまた帰ってきて酔い済みして終わりと、もう早かったら昼前に終わったりとか、ね、そういうことができとった時代でした。当然私がトラック乗り出した頃って言ったら、最初行ってた会社は距離手当、その次の会社は基本給プラス歩合給だから、全くあのね、時間に縛られへん感じ。まあ、その代わり基本給もものすごい安かったです。基本給ももう6万とか7万の世界。それにあと距離手当とかそういう歩合手当がついて、まあそれがまあ30万になったり、まあ20万だったりとか、まあ大型ので20万っていうのもあったから、ちょっと安いなとは思うけどね。ただまあ歩合給とかやと、とりあえず荷物を積んで荷下ろし先に荷物を下ろしたら、それで仕事一丁上がりだから、その道中で昼寝してようが何してようが誰にも文句言われ、それが良かった。ただ最近ではもうそういうのもう言うてられんようで、やっぱりみなし残業とか、まあ、時間で管理されるような運転手っていう、運転手というかまあ運送会社やなになってきとるから、まあコメントでいただいとる中であったんが、とりあえず渋滞で10分止まるともう休憩扱いされると。要するに渋滞で止まってて運転してるのに動けへんだけで休憩扱い、こういう時代に変わってきとるから、まあ昔に比べたらやっぱり、ね、その気楽さっていうのは少なくなってきとるのかもわからへん。当然いろんなね、アイドリングストップとかなんとかかんとかと、まあ、いろんな決まりが多くなってきて、非常に仕事がやりづらくなってる。それが、まあ、今の運送業界の現状なんですけど、まあアイドリングストップに対しては、まあ、対策として、あれなんていうかな、アイクールっていうんかな、バッテリーで家庭のエアコンの室外機みたいなのをキャビンの後ろにつけて、そして停車中でもエンジン切っとってもちゃんとしたエアコンが効くと。そうすると、まあ、アイドリングストップでも真夏熱中症とかにならずに済むと。まあ、そういう対策を入れてはる会社もあります。まあ、当然ね、そういうのも設備投資っていうのがいるんで、まあ、なかなか小さい会社だと難しいのかもしれへんけども、まあ、そういったものもやっぱり必要になってくるのかなとは思います。とりあえず私がトラックを乗り始めた頃っていうのは、とても気楽で、時間が経つのが早すぎる。逆にデメリットとしては時間が足り、時間に追われて追われて、まあ確かにその時間に追われて追われてやってると、もうその昼寝とかね、時間調整とかできないんで、必死のパッチで走らなあかんわけなんやけど、余裕のある運行の場合とかやと、歩合給とかやと別に途中でちょっと1時間寝れるなぁと、寝とっても誰にも文句言われへん、それがええとこ。あとまあそうやな、積み込み待ちとかでも、最近ではね、積み込み待ちもなんか、それが休憩なんか、どうなんかっていう、まあ議論がある、あるし、まあそういうのもよう、このチャンネルでは話はしてますけど、歩合給の会社やと、まあ当然、もう待機時間ももらう、もう休憩もクソもないんよね、もう。とりあえず、運賃歩合なんで、走ってようが寝てようが、とりあえず、積み地から下ろし地までをやって一丁上がりやから、道中で遊んでようが何してようが、とりあえず目的地まで延着せずに無事に荷物を
運んで下ろし終わったらそれで完了、まあまあそういう良い時代でした昔は。まあ今はね、先ほど言ったみたいにいろんなしがらみがありますけども、まあトラックの運転手になるととりあえず毎日の時間が早すぎる。工場とかサービス業でもいいわ、もうずっと時計見て、あと何分やな、あと2時間働かなあかんわとか、まあまあそういう感覚はなくなると、トラックの運転手はね。ということを言うて今日の動画終わりにしたいと思います。ほな、山ちゃんでした。どうも。